今日は私の誕生日。今年の誕生日は賑やか。スクールアイドル部のみんながたくさんプレゼントをくれた。シキ、おはよう、メイ。なんでお前がそこに？平等なランダム配置によって導き出されたもの、つまり偶然。ったく、これじゃ中学と変わんねえ。の時は何何ワタナさん、ああ、ワタナさん、ファイト。お先です。お願いがある。メイを誘ってほしい。スクールアイドルに気にしちゃダメ。これがメイの普通。なんすか。なんでお前がいるんだよ。偶然。構わず話して。スクールアイドルの話。スクールアイドルの話？別に私はそんなこと話すつもりは。違うの？ちゃんと渡してくればいいのに。うるせえな。これでいいんだよ。最低メイのために席を取っておいた。不要？必要！とにかくこれはたまたまだ。たまたまやっていたから見てただけで。顔真っ赤。うるせえな！体は柔らかいみたいですね。割とシャマかわいい。言わないで。ソングフォーユー。さっきのステップ難しいっす。私もって、なんで式は立ってられるんだよ。私も結構ギリギリ。集中合宿するって決めただろ。戻らない。あのパスのせい。なんですの？ランニングマシーン。ちょっと。きなこちゃんの家どっち？あっちっす。どうすんだよ。リバース。おいしい。なんでか。見守るしかないんじゃないのか？レン先輩ならなんとかするって。だといいんすけど。メイ。何か隠してる。隠してなんか。本当に？やめろ！恋に乗っていて。相談？何？ちょっとした何？言えないことなんだ。そういうわけじゃないけど。今話したくなる飲み物あげる。やめろ。シキ、ありがとう。ん？私のこと本気で気にかけてくれただろ。やりました。シュー。シキ。メイ、思わせぶり。じゃあな。シキさん、大丈夫ですか？ちょっとのぼせただけだよ。メイのせい。なんで私のせいなんだよ。すごいですな。止まっているのは得意。大会当日、この液体をあの子の飲み物に一滴垂らせば、その瞬間私たちの決勝進出は決定ですな。 V、 ダメに決まってんだろ。リアクション薄い。では、わかりやすく言うと、千里先輩がミヤマクワガタだとすると、シキはダンゴムシ。全然わかりやすくない。なぜ来ないのですか？日頃の行いかしらね。大量と高く上げて。無理無理。
カノン先輩に見つかった。こたつではなく体温回復器。みんな頑張った。あれ、もしかしてシキちゃんも？違う、これは汗。グソクムシ、グソクムシ、グソクソクソクグソクムシ。